ブライアン・クリストファー・フエンテスは MLB の元プロ野球選手。左投げ左打。アメリカ合衆国カリフォルニア州マーセド出身。現役時代は2000年代後半にコロラドロッキーズ、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ、アナハイムなどでクローザーとして活躍通算204セーブを挙げた。2006年ワールドベースボールクラシックの アメリカ代表の一員としても活躍した。1995年ドラフト25巡目指名でシアトルマリナーズに入団。2001年にノーム・チャールトンの故障者リスト入りによってメジャー初昇格6月2日メジャーデビュー。2002年にコロラド・ロッキーズへ移籍。フリスビーと形容される変則的なサイドハンドの投手。以前は左のワンポイントとして起用されていた。 2005年からクローザーに定着。テイクバック時の手の様子から t ックスとも呼ばれる。2005年から3年連続でオールスターに選出されている。第1回 WBC のアメリカ代表にも選ばれており、2006年のオフに開催された日米野球でも代表メンバー入りを果たしている。エンゼルス時代2005年の31セーブは球団歴代3位体。 ロッキーズ史上2年連続で30セーブをマークしたのはフエンテスが初めて。2008年12月に FA 権を所有していたフエンテスはカリフォルニア州のロサンゼルスエンゼルスオブアナハイムとの契約を希望し、エンゼルスもフランシスコ・ロドリゲスに代わるクローザーを探していた事情もあり、フエンテスはエンゼルスと2年1750万ドルで契約。 移籍 1>, 1年目は48セーブでアリーグ最多セーブ投手となる。2010年8月27日にルーク・ファンミルトのトレードでミネソタツ・インズへ移籍した。2011年2月にオークランドアスレチックスと2年契約で背番号は57。移籍1年目は起用方法をめぐって首脳陣と対立した。2012年から背番号40変更となった。しかし、 26試合登板で2勝2敗後セーブ、防御率6.84と制裁を書き、7月11日に戦力外通告を受けた。3日後の7月14日にセントルイスカージナルスとマイナー契約を結んだ。7月25日にメジャーへ昇格したが、8月14日に個人的な事情で制限リストに置かれ、そのままシーズン終了まで復帰しなかった。 オフの11月14日に現役引退を表明した。ありがとうございます。